逆襲供養法についてお話しくださいと、こうなってる。この前死人街道の話をしたらだいぶ評判が良くて、その話が聞きたいと、その話の続きが聞きたいというような注文が出ているようですから、人間死んだらどうなるかということについてはみんな興味を持つようですね。子供のように、それからどうして、それからどうしたと話を聞きたいのは最もです。だから私の知る限りのお話をして参考にしてもらいたいと思う。人は死んでそのままスーッと亡くなってしまうんじゃないんです。それだったら随分楽ですね。苦しい。私も若い時に事業に失敗して借金取りに追われて、もう苦しい苦しい目にあって、いっそ自殺して死んでしまった方が楽だと思ったことがあるけれども、自殺した人間は自殺した時の辛さがずっと残るんです。ですから自殺して苦労を逃れようと思ったってそれはダメなんです。自殺する時の辛さ、無念さ、残念さ、苦しさというものが念となってずっと生き続けてるんです。だから自殺して苦しさを逃れようというのは間違いなんですね。苦しさはずっと続く。だから生き抜いて苦しさを解決してから死ななきゃならない。それが私は後になってよく分かって、あの時自殺していないでよかったとつくづくそう思います。人間は死ぬとですね、誰彼なしにこの道に集まってくるんです。そしてこの道をとうとう歩く。この道を阿鼻街道という。阿鼻という言葉は、これは阿鼻叫喚という言葉があります。阿鼻叫喚という、これはどういう意味かというと、叫喚というのは叫びわめくという字です。泣きわめくんです。声の限り泣きわめく。阿鼻というのは地獄という意味なんです。地獄の苦しさにあって泣きわめくというのが阿鼻叫喚という言葉で、阿鼻というのは地獄なんです。地獄という意味だから、阿鼻街道というのは地獄街道と思っていいよろしい。人は死ぬとみんなこの街道に集まってくる。死んでひょいと気がつくとみんなこの街道を歩いてるんです。とうとうこの前言ったように、前の人の肩に手をかけてこうやって歩いてるんです。みんなこれ大体自動車の三車線ぐらいの広さなんだけども、その道幅いっぱいの人が五六列ぎっしり並んで、そして前の人の肩に手を当てて、それでこうやって歩いてるんです。それで黙って歩いてるんじゃない、大きな声で泣きあめいてるんです。大きな声で恩を泣きながら歩いていく。それは何で泣きやめているかというと、辛いんですね。自分がどうやら死んだらしいということが、この
阿鼻街道へ入ってきてようやく気がつくんです。どうも俺は死んだらしいな。それに気がつくのがこの阿鼻街道を歩き始めてです。ところがこの阿鼻街道が楽な道じゃないんですね。この霊感地獄という寒い霊感です。冷たい寒いと書いて霊感と読む。その霊感地獄から直通の風がヒューヒュー吹いてくる。そしてみんな死んで薄い白い着物の一枚で歩いてるわけですから、寒いのは何だってもうものすごく寒いんです。それで足は素足ですからね、もう道路は砂利道でゴツゴツしている。そこを素足で歩いかなきゃならない。だからまあ死んだ体から血が流れるかどうか知らないけども、感覚的には足が血だらけなんです。そうしてゴツゴツした角張った石の上を凍えた足で歩きながら、寒いのなんのってものすごく寒いから死んだらしいという気持ちからの辛さ悲しさ、それらがいっぱいになって大きな声でおい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 泣いてるんですね。泣きながらこう前の肩をつかまってこう歩いてる。この阿鼻街道というのは地獄に通じているんですけども、この行き着くところはずーっと広いところ、ずーっと広いんですよ。そうしてこっから先は崖なんです。崖っぷちである。それで向こう岸がある。この崖の下は川が流れている。三ツ瀬川といって、三つの瀬が急流となって流れている。だから三途の川とも言う。三ツ瀬川とも言うし三途の川とも言う。ここを飛び越えてようやく冥界へ行くんです。冥界、冥土へ行く。人は死んだらみんな誰彼なしに冥土へ行くと言われていますけども、そう簡単に冥土へ行かれない。途中いろいろ難儀な目に遭わなきゃならんです。梅川忠兵衛のお芝居なんかでは冥土の飛脚といって、梅川忠兵衛のお芝居がありますけども、風を着た公金ですね、政府のお金を飛脚の忠兵衛が飛脚で運送を頼まれてお金を届けるんだけれども、梅川という芸妓を引かすためにその風巾を切ってしまって金を使ってしまう。そのために死ななきゃならない。それで梅川忠兵衛は二人飛山へ行って心中するんですけども、それを冥土の飛脚という題でお芝居になっている。また一休禅師なんていう坊さんがお正月早々杖の先にドクロを乗せて、それで嫌がらせみたいに、正月は冥土の旅の一列か、めでたくもありめでたくもなしなんて言って角を歩いて嫌がらせのようなことをした話なんかも残っていますけど、人間は死んだら冥土へ行くと思ってる。それは冥土へ行くんだけれども、冥土へ行く
途中がいろいろ難儀なことがあるんです。まずこの阿鼻街道を大門を泣きながら歩いていかなきゃならない。阿鼻というのは無限、無限という意味がある。だからこの街道が無限地獄へ通じるとされている。だから無限の長さがある、キリがないんです。もう向こうも 見渡すことはできないし、霧に霞んで、霧が霞んで、もうずっと見えない。そこをみんなと一緒においおい泣きながら歩いていく、その心細さっていうものは並大抵のものじゃないんですね。まず第一に、この両側が阿鼻野ヶ原っていう原っぱなんです。まず歩いていくうちに非常に喉が渇いてくる。人間は死ぬ間際は口の中が焼けるように熱くなって非常に喉が渇く。それでしきりに水を飲みたいと思って水を求める。それで死ぬ間際に冷たい水に真綿を浸しておいて、それを箸でつまんで死ぬ人の口をこう洗ってやる。そうするとその真綿に含まれた水をチューチュー吸って、それが喉を通るとゴクッと飲むと同時にコクリと息を引き取る。これが末後の水なんです。それを忘れられたら大変なんです。死ぬ人は喉が焼けて焼けつくように水が欲しい。だから死ぬ人には必ず末後の水というのを与える。ごく近しい親族が、まあ病院では医者がその真綿に水を浸して口へ含ませる。それをチューチュー吸って喉の渇きを止めて、それと同時に水が喉を通ると同時にコクッと死ぬのが普通なんですね。それはそれは安らかな死なんだけども、なかなか水を与えないとそれこそガキ界の苦しみに遭う。そうしてみんな水を吸ってコクッと息を引き取って、気がついたらこの道を歩いてるんです。けど道を歩いてるうちにおいおい泣いて、声を限り泣いてるうちにまた喉が渇いてくる。で水が飲みたくなるんで、飲み物を飲みたくなる。そうするとこの両側の原っぱにですね、屋台が出てるんですよ。その屋台では果物のジュースやお酒やビールなんかを飽きなっている。それを飲みたいんですね。だけどお金がない。まあ死んだ勝新太郎という映画俳優は奥さんが気が利いていて、勝新と言われたほどの男が霊界行ってお金に困って恥ずかしい思いしちゃいけないというんで、1万円札を 何十枚かこう懐に入れてやったという美談なんだかどうだか知らないけれども、そういう話がありますけども、あなた方のあなた方と言っちゃ悪いけれども、普通の人はそういう立派な奥さん持ってないから100円玉6つを6文銭の代わりに袖入れて送り出しますから、金ないんですよ、飲みたくても。それで様子を聞くとつけで飲ませてくれるっていう。それを聞いてみんなバラバラバラと言って屋台行って、俺はジュース、俺はビール、俺はこんにゃくの水割りとかいろいろ好き勝手なことで言って飲むんです。それで勘定はっていうと、戒名をサインしてきゃいいって言うんです。
で立派な皆目をついていると信用なしでいくらでもつけて飲ませてくれる。貧弱な皆目だとつけは効かないっていうんです。阿言氏の明徳福寿皆目は実に立派な皆目がついていますから喜んでつけて飲ませてくれる。そうして中にはおでんや焼き鳥なんかも出ているから飲み物だけじゃ物足りなくなって焼き鳥やおでんを魚に一杯飲む。しかし寒いのと心細いのでやけくそになってお酒をガブガブ飲むからしまいにぐでんぐでんに酔ってしまう。そうするとそこいらの洞穴を見つけてですねその中に潜り込んで寝てしまう。で目が覚めたら新しいものに生まれ変わってんですよ。しかしこの辺の洞穴なんかに潜り込んで寝た人は目が覚めるとだいたい豚か犬か猫なんかに生まれ変わって気がついてみたら猫になって生まれてるとか豚になって生まれてるっていうことになる。だから絶対にこの阿鼻街道を通る時には寄り道をしてはいけないということを教えている。チベットの死者の書っていう本があってこれはチベットのグルが信者の死んだ人のそばに付き添ってそうして霊界行くように指導するっていう本なんです。あなた方も読んだかもしれないけどこの死者の書はそう書いている。どう書いてあるかというとこの阿鼻街道を歩いているうちに赤い日や青い日の華やかに装った火を明かりをつけて物を商っているところがある。そこへは行きたいと思っても絶対に寄ってはいけない。そこへ行くとどうせろくなことはない。酒やご馳走を食べてそしてくたびれ果てて洞窟を探して中へ潜り込んで寝てしまう。目が覚めるとけだものに生まれ変わっているぞ。だから絶対に目をくれてはいけない。この阿鼻街道のずっと向こうに真っ白い光が輝いているからそれだけを仏の名前を念じながらそれだけを目当てに歩け。絶対によそ見して引きずり込まれないようにしろ。そういうことが書いてあります。その通りでこの阿鼻街道を歩いていて両側の野原をに目をやると飲み物や食べ物を飽きなっている店がたくさんある。そしてその店では赤い日や青い日を光光と照らしてにぎやかに騒いでいる女の声なんかが聞こえる。その声に惹かれて行って酒を一杯飲んだらおしまいだぞ。必ず飲み疲れて傍らの阿鼻野ヶ原を見渡して山の中に洞窟がある。その洞窟に入ってぐっすり寝ようと思ってそしてそうしたらもう終わりだぞと。その洞窟に入って眠って目が覚めたら豚か犬かそういった動物に生まれている自分を発見するだろう。もうそうなったら後へ引けないんだと。もう豚なり犬なり猫なりの人生を送らなきゃならないんだ。どんなに泣きわめいてもそれはできない、後戻りはできないんだということを死者の書は教えているけどもその通りなんです。